ロカビリーギターの皆さん、こんにちは。佐向栄太郎です。今日はストレイキャッツのデビューアルバムよりストレイキャットストラットのイントロとアウトロの解説をしたいと思います。とても有名な曲でみんな知ってる、イントロアウトロですので、しっかりバッチリ覚えましょう。行ってみよう。1, 2, 1, 2, 3, 4。ストレイキャッツの代表曲でもあるストレイキャットストラットのイントロと、アウトロを、解説していきたいと思います。まず、この曲は、Cマイナーの曲です。アルバムではベースが弾いてるラインですが、ライブでは、セッツァー先生もこのイントロ弾いてます。場所の解説をでは、C から5弦3フレットの C から、5弦開放まで半音で降りて、この A フラットから G、F と F まで下がります。はい。これ場所を変えると、見やすいんですが、この C から半音で G まで下って F で止まると。はい。でそれに、C のマイナーサードから、C1 タラですね。でこの下りに入る前に一つ、ピックアップでこの低い G を弾いてますね。どんな感じかというと、ワン、ツー、スリー、アン、こうですね。はい。そしたらこっちの C マイナーの場所に移りまして、シングルラインのフレーズに入っていきます。ここはこの C マイナーのブルースのフレーズで、8フレット1、2弦にスライドで入って、3弦、チョーキングプリング、もう一回弾くと。はい。そして、このイントロの特徴でもあるここの、これですけど、この G のオギュメント、これです。でこのオギュメントのコードは2つずつこうやってずらして使うことができるコードでもあります。これが、そのまんまで2マスずれて、要はこの
2つのオーギュメントを2つのオーギュメントにわたって、このフレーズができていると。もう一度ゆっくり、です。そしたらこの後にうーの下りに入っていくんですが、ここのコード進行のですねベースを追っていくような形になります。Cマイナー、 B フラット、 A フラット、 G7。 この曲はマイナーのターンアラウンドの曲ですね。ブルースに並んでとても有名なコードのパターンであります。いろんな曲で使われているコード進行でもあります。あ、でそのうーのところのベース、Cマイナーはここの C、 そのままベースを6弦の C、 B フラ、 A フラ、 G、 そしたらそのオクターブ上をですね4弦 C、 B フラ、 A フラ、 G と、で歌が始まっていくわけです。もう一度ちょっとさらってみましょう。One, two, three, という感じです。はい。そして、この曲のアウトロですが、前半のこのここは全く同じです。でこっちの C マイナーにまた行くんですが、ちょっと聴いてもらいましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。はい。Cマイナーのブルースの歌い方だと思います。ワン、ツー、スリー、フォー、うん、1弦8フレットの C から、ここは多分1、2弦押さえてるかな、アップビートから入ります。ワン、ツー、スリー、フォー、うん、これですね。タトゥーラトゥータトゥー、うん、人差し指が、ここ B フラットですね。4弦8フレ。そしたら最後の、これは G、A、B、C と。ソラシド。続けていくと、ワン、ツー、サン、ハイ、ウン。そして最後、じゃーん、
これは、C マイナー9ですね。この小指で9をこう C マイナー7にこの9の小指を足したやつです。それをこの上の方だけで弾いてる感じでしょうか。アウトロもう一度メトロノームと一緒に1、2、1、2、3、4。はい、以上です。皆さんいかがだったでしょうか。今日はストレイキャットストラットのイントロとアウトロの紹介でした。ストレイキャッツのファーストアルバムに収録されてるんですが、ブライアン・セッツァー・オーケストラでもこの曲は演奏されています。YouTube にいろんな動画が上がってるので、違った、フォーマットのストレイキャッツストラットもぜひチェックしてみてください。そして、感想のビデオも、ありますので、ぜひこの、有名なストレイキャットストラットの感想もものにしてください。こちらのビデオ。それでは、また次回さよなら。